カメハメハハイウェイから見下ろしたワイメアベイ2007年。ワイメアベイとはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル軍ハレイワの地名である。オアフ島北岸ワイメア側の河口に形成された入り江がワイメアベイである。ワイメアとはハワイ語で赤い水という意味である。入り江を見下ろす丘の上にはプーオマフカヘアウが存在している。 当期には高さ数メートル以上の巨大な波が押し寄せ、パイプラインやサンセットビーチなどと並び、世界最高のサーフィンの舞台として知られている。特にビッグウェーブサーフィンにおいては、カリフォルニア州のマーベリックス、タヒチのチョープー、マウイのジョーズなどと並ぶ、最も有名なサーフポイントである。ヘイヤウの存在からもわかるように、この地は、 古代から先住ハワイ人の聖地の一つであったが、その詳しい歴史は知られていない。ワイメアウェイが記録に登場するのは1779年2月、イギリス海軍軍艦レゾリューション号が闘病した地としてである。レゾリューション号はもともとキャプテンクックの艦隊の船であったが、この月クックがハワイ島で殺害されていたため、レゾリューション号を指揮していたのは公認のクラークであった。 1960年代にはこの一体は、知る人ぞ知る、隠れたサーフィンの穴場であったが、アメリカ合衆国で巻き起こったサーフィンブームと共に、サーファーが押し寄せるようになった。しかし無謀なサーファーが数多く推進したため、ホノルル軍当局はついに1000人のライフガードを置く、ことを決定。この時に採用されたライフセーバーの一人が、エディアイカウである。以後、 エディアイカウは1978年の悲劇的な死の直前までワイメアウェイのライフガードとして数多くの人命を救いワイメアウェイの王と呼ばれた。1980年代後半からはビッグウェーブサーフィンの大会クイックシルバーインメモリーオブエディアイカウの会場として使用されている。この大会は20フィート以上の大波が立った時にしか開催されないことから ザ・ベイ・コールズ・ザ・デーと言われている。ワイ・メア・ウェイの夕日、二千八年。ダンゼ・ラクマン、ザ・ベイ・コールズ・ザ・デー・ホーピング、エディ・ウィル・ゴー。ホノルル・シビル・ビート、httpwww. シビル・ビート .com、アーティクルズ、二千十2 0一十九八千二百七十三ザ・ベイ・コールズ・ザ・デー・ホーピング、エディ・ウィル・ゴー。2011年四月十五日閲覧。 ありがとうございます。